神宮寺聖坊は南北朝時代の武将、楠木正成の部下として港川の戦いに参戦した。南朝総大将、楠木正則の外交特使として室町幕府との和平交渉に当たった可能性がある。後世には南高八神の一人とされる。正成に付き従った河内神宮寺氏は河内国大県軍神宮寺の武士団、楠木氏の一族、 延元元年、剣務三年五月二十五日、楠木正茂ら楠木氏の騎士の騎下として、港川の戦いに参戦し、岸和田治氏や八木鳳達らと共に戦った。生死不明。昌平六年、関能二年三月から五月にかけて、正茂の三男、楠木正則が南朝の代表として、室町幕府との和平交渉に当たったとき、楠木氏の代官として、 神宮寺証言と入道という人物が派遣された。意味名が不明な異常確実ではないが、この二人が神宮寺聖望とや技法たちだった、可能性はある。神宮寺、小太郎塚、太平記では、神宮寺の太郎兵衛少子の名で登場し、港川の戦いで正しと共に自害した重心の中に入っている。江戸時代から明治時代初期にかけて作られたと思われる。 南高八神の図像にも、神宮寺、太郎左衛門少子の名で数えられている。大阪府八尾市神宮寺五丁目に、神宮寺、小太郎塚と称するものが存在し、元は古墳であったが、明治時代末期に土地の所有者に発掘された後、破壊されたと言われている。大河ドラマ、太平記園、伝伝。ありがとうございます。